どうも、エリです。知恵の借り物を続きやっていきたいと思います。今日はですね、ちょっと探索会をしようかなと思いまして、っていうのもですね、なんとこの世界、ここが多分ハイラル城だと思うんですが、この左上、このあたりに森があるみたいなんですが、どうやらそこにライネルがいるらしいので、今日ね、ちょっとそのライネルを、まあ、ゲットしに向かいたいのと、まあ、もう少しですね、このハイナル平原の西側の方、何か面白そうなものがないか、一旦今日はメインストーリーを後にして探索していきたいと思います。じゃあ早速ライネルのところ行こうか。で、一応その森がこのまま道に沿って行けば着きそうだね。まっすぐ行ってみるか。この道だ。でもさ、倒せるのかな？あ、ちょっと待ってね。橋が来た。これ多分、これ右行ったらハイナル城か。まだ先ですね。もうちょい奥。お、看板出てきた。かかりこ村、北の教会、ハイラル城。北の教会？なんだろう。道的には、これどっち行けばいいんだろうな。とりあえず北の教会目指して行ってみる。あ、あった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 。霧がかってるんだね、これ。入り口どこにあるんだろうな。まあ、普通に木の上から行くのもありだと思うんだけど、あ、とてもある。あ、入り口っぽい、ここ。ほきょきょけ。ありました。ちょうど北の教会から、真左のところに入り口っぽいところがありましたね。こっから行きたいと思います。さあ、僕、勝てるんでしょうか？ライネルなんかに。お、イニシエの森。イニシエの森って言うらしい。あー、もう地図とかないんだ。全部緑色に塗りつぶされてるから、これ全然迷えるね。お、なんだ？すごい、盾持ってる森部に現れた。ちょっと豚部に、豚部にでいけるか、これ。頑張って、ちょっと隙をついてなんとか倒して。一体兵とかって一体真後ろから行こうか。いいよいいよいいよ。オッケー、やっちゃえ。よいしょ。オッケー、さあナイス。剣モリブリ、レベル2を覚えた。ハイラルの各地に生息する乱暴な魔物。盾で攻撃を防ぐが、攻撃を防がれるのは苦手。あ、じゃあさ、これ剣モリブリに対決させたらちょっと面白そうだね。そして、ここの宝箱は？あ、石か。結構ね、道がいっぱいありそうなんだよね。こっち側にも道があるし、かなり広い。どうしようか。ちょ、下から見て回る？お、これはなんだ？怪しい、なんか、謎のオブジェクトがある。火つけられるわけではない。なんだろう、これ。ちょっと待って。送風機でキャンドルの頭の炎って消せるんだ。そしたら君ただのろうそくだよね。適当に進んでっていいのかな。危ない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 。あ、お前がいる足場なのか、それ。なるほどね。森広くて全然わかんなくなるな。ここ行き止まりか。未だライネルの姿はないね。上側かな。あ、ちょっと待って。すごいなんかボスボコブリみたいなやつ来た。これ剣モリブリンで対抗できるか？あ、強、ワンパンされる。そっか、これって別に最悪僕が戦うこともできるもんね。剣士モードを使えば。お、ちょっと待って。ひずめ？明らかに足跡みたいのがある、これ。あ、そういうこと？この奥にいるってこと？あ、とてもある。お、石碑も発見した。文字がかすれて読めない。待てよ、足跡を追っていく形で進んでみる。これだから、西側向いてるからこっちだ。ある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 。足跡続いてるわ。あ、じゃ、この奥にいるのかも。さあ、こっからは。あるあるある。下に行って。ちょっと待ってね。もう、あいつ倒したいよな。これさ、真空。あ、真空効かない。燃やすことはできるかな。よいしょ。ちょっと気をつけた方がいいね。これワンバンされたからさっき。あ、燃やせる燃やせる。ちょっと燃焼ダメージでなんとか頑張る。いや、こいつなんとかやりたい。ちょ、後の来年戦に備えて。お、ナイスナイスナイス。よかった。こいつも借りられるね。剣モリブリン、レベル3を覚えた。百戦錬磨の風格漂う。モリブリンの親玉。巨大な剣と盾を使いこなし、敵をなぎ倒す。あ、でも待って。コストが5だ。僕今ね、コストが4つだから、使えないのか。待てよ。そう考えると、ライネルもコストめっちゃ高い可能性あんな。足跡追ってっか。そしたら、下に続いてる。これさ、さっきまでは多分足跡なかったよね。だからちゃんと最初の足跡を見つけないと、出てこない設定なのかも。なかった、ここ。さっき通ったもん。さあ、続いてる。右側。これ待って、そろそろ出てきてもおかしくなさそう。まだ続いてるね。上だ。やばい、間隔が短くなってきてる。上。右上。待って、開けたところで出てきた。あ、いる！いたー！ちょっと待って！いてー！ワンパンされる！そりゃそうか。ワンパンされるに決まってるな。あとさ、ちゃんとティアキンとかブレアイのライネルみたいに、スピードも速かったし、走って避けれるような感じじゃなかったよね。やばいやばい、待って。来てる来てる来てる。ちょっと待って。一旦逃げよう、一旦逃げよう。これちゃんと距離取って戦わないと。ナイス！ワンパンされる。やばいやばい。もうこれ走られたら結構きついわ。しかも、これ森全体がフィールドみたいなもんだね。こんなん相手じゃ剣森ブリンなんて歯が立たないでしょ、多分。え？あ、待って。もう盾が関係ないわ、そもそも。盾関係ない。ちょっと待って。リーレットは効くのかな？リーレットも効かないの？嘘でしょ？バウンジロー特攻作戦。あ、バウンジロー特攻いける。バウンジロー特攻いける。これだから、距離をずっと取り続けて、ひたすらにバウンジロー。お、いけた！意外とあっさり。結構簡単だった。
さあ、ライネルを覚えた。繰り出される多彩な剣技で敵を打ち砕く。ハイラルの中で最も危険な魔物。コストは6か。ちょっと今の僕にはまだ使えないけど、赤髪ライネル。体こんなに真っ青だったんだ、ライネルって。でもゲットできたな。これライネルがいたところの奥には何かあったのかな？ここね、かなり開けてるけど、なんもなさそうだ。ライネルがいただけか。ただやっぱ何かまだ謎はありそうな感じするね。これも結局読めてないからまだ。何か今後のアイテムで読めるようになるのか。そうですね。とりあえず一通り今森の中探索してみたけど、他には何もなさそうだったかな。OK! じゃあここでライネルゲットできたということで、次の場所向かいましょうか。そしたらですね、以前の動画でちょっと僕が発見していた、ここにね、なんか謎のおじさんがいたんだよね。あのおじさんのところに行きたいと思います。行きながら、ちょっとこの辺とかね、気になるところが点々とあるので、それ調べながら行ってみようか。ここはなんかね、畑があるんだよね、ここ。ここから南西のハイラル牧場で馬を借りることができるんです。うちで育てた人参を食べているから、みんな元気いっぱいですよ。あ、そうなんだ。ここの人参みんな食ってんだ。で、何かね、下に行く階段がある。これ、ちょっと行っちゃいましょうか。お。あ、倉庫的な感じか？人参めちゃ置いてあるね。なんだろう、ちょっとわかんないけど、一応木箱とか全部壊しとくか。何かあったりとかしないかな。さあ、一通り壊せそうなもの壊してみたけど、なんだろう、なんか怪しいな、めっちゃ。でもこの空間。絶対何かありそう。まあいいだろう。一旦何もなかったことにしようか。多分絶対なんか隠してる、この人。まあまた調べに来るか。そして、あ、ここにはハートのかけらがあるのか。でさ、僕以前ね、こういう石柱のハートのかけら取った時、頑張って上に登ってたけど、これね、ウォールチュラを使うとめちゃくちゃ簡単に登れるらしいんだよね。ちょ待って、お前ら邪魔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 。このウォールチュラを出して、シンクして、相手の動きに合わせるってやると、壁をね、こうやって登ってくれるんだよね。オッケー、ありがとうございます。そうだから結構ね、壁とかはもう自由に登れそうだね、こいつさえいれば。あとは、宝箱もある。これも取っとくか。あ、出た、じゃがいも。じゃがいも、じゃがいは。あとね、マップで見た時になんかここもちょっと迷路っぽくなってて、何かしらはありそうな感じがある。あ、ただ、そんなに壁が高いわけじゃないのか。あ、宝箱ある。怪しいな、この宝箱。大丈夫これ。まあ、取りますか。ほい。お、ルピー。え、なに、それだけか。めっちゃ怪しいのに、ここ。なんもなさそう、特には。で、このままさらに西へ行けば、かかりこ村だから、このままじゃあ、おじちゃんのところを向かいましょうか。よいしょ。オッケー、到着しました。そう、ここにね、なんか、どんぐりハット被った謎のおじさんがいるんだよ、これ。これさ、帰れなくなったんじゃないの？周りに敵いっぱいすぎて。らっしゃいらっしゃい。どんぐり拾いはどうだい？集めて楽しい。拾って楽しい。どんぐり拾いだよ。私がばらまくどんぐりを、全部集めるゲームだよ。早く集められたら景品をあげよう。一回10ルピー。どうだい？やってみるかい？あ、この人ミニゲームおじさんか。そしてやっぱあのハットはどんぐりだったんだ。やってみようか。それじゃあ10ルピーもらうよ。よし、どんぐり拾いの、始まり始まり。あ、ばらまいた。あー、なるほど。これ全部拾ってくってことか。何個くらいあるんだろう。結構ある。でも敵が、うわー、上とかにもあるのか。ウォールチュラ使って登りそうだね。オッケー、なんとなく全部抜いちゃう、わかった。集めるどんぐりは全部で16個。タイムは1分か。頑張ってね。わ、結構難しそう。オッケー、行きます。下から行くか。下から上に行く感じで行こうか。まずこれを。で、アイテム欄開いてるときは多分、タイムが止まるからちょっと困ったらこうしよう。ここはまずトランポリンを使って。ナイスナイス。ここもトランポリン使って。よいしょ。ここもトランポリン届け。ナイス。縁に結構あるね。で、よいしょ。このちょっと丘っぽいところも。オーケー。今何秒だ？ 20 秒ね。で、あと6つか。いけるんじゃないこれ。で、ここも、トランポリン置いて。よいしょ。さあ、行く。で、トランポリン使って帰って。で、さっき言ったこの高いところが、ウォールチュラのシンク使って。あと何個？あと2個。いけそういけそう。これ取って。よいしょ。あとこれか。オーケー、フィニッシュ。全部取れました。お疲れさん。どんぐり全部集めたね。結果は42秒88だったよ。君すごいね。じゃ、景品をあげちゃおうかな。お、なんだ？ルピー。ルピーか。でももっと早かったらさらに景品をあげるからまた挑戦してね。なるほど。クリアタイム短くなればなるほどいいアイテムがもらえるのか。また遊びに来てね。ちょっと待ってね。おじさんの前でちょっと休憩させて。で、あとね、もう一箇所ちょっと気になってるところがあって、そこもね、前回見つけた場所だったんだけど、あったあったあった。ここに洞窟があって、これまだ僕行ってないんだよね。ちょっと行ってみようか。さあ。お、宝箱がある。宝箱と、まあ、3体のモリブリンね。とりあえず、剣モリブリンで行くか。てか、これ、盾の持ってないモリブリンに対してはさ、剣モリブリンマジで最強だよね、多分。ほら、ほら、100発100中でガードしてくれる。すげえすげえ、1体で全員やれるわ。レベル1つ上がるだけでほぼ最強になる。お、どうした？お前も欲しいのか？宝箱。あげないよ。さあ。力のかけらか。オッケー、ありがとうございます。あとさ、見てここ。マップで見るとさ、矢印になってるんだよね。ほら、怪しい。何これ？あ、この草か、もしかして。自然がこんな教えてくれるの？力のかけらの場所。そんなパターンもあるんだ。あ、そして、ちょっと待って。さっきのどんぐりミニゲームの上に、スタンプラリーあったね。これで4つ目ぐらいかな、多分。
お、あと一つだ。このスタンプもね、早く貯め切りたいよね。何がもらえるんだろう。まあいいや、ということで、じゃあちょっと今回はね、ここにしたいと思います。今回のバトルはちょっと番外編みたいな感じで、ね、少し探索会を作ってみました。皆さんもぜひね、まだライデルゲットしてないという方は、一定ゲットしてみてください。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画を見てください。バイバイ。